うなぎさやかは日本の女子プロレスラー、グラビアアイドル、大阪府出身。グラビアアイドルとしては主に、うなぎささやかの名前で活動していた。プロレスラーとしては年齢非公開、スターダム所属。地元大阪でアイドルグループメンバーとしてデビュー。2014年から群馬県のローカルアイドルグループ、群馬クリアーズのうなとして活動。事務所も運営する。 センスプロダクションに移籍する。後に班長を務めるが2015年2月に不祥事のため活動終了。2016年1月31日をもって事務所も離れ、羽根ささやかとして野球漫画グラゼニの公認アイドルグループグラゼニ女子に参加した後、2016年にうなぎささやかに改名し &M に移籍。DVD リリース後は再び事務所を離れ、 特攻服を着た、エアバンド、ハナンジアでのヤンキーのアマリリスとして活動していた。また、東京女子プロレスに入団し、2019年1月4日、後楽園ホールでの対、赤い先ユニセでうなぎひまわりとして、プロデビュー。バスト92センチメートル、ウエスト59センチメートル、ヒップ89センチメートルの、G カップ。ライブアイドル以外にも女優業、ディエロ DVD など、 アイドル業を幅広く行っていた。写真週刊誌、フラッシュでは日本一の美乳党という妙うな見出しの袋とじグラビアを経験。学生時代にはアーティスティックスイーミングのオリンピックナショナルジュニア選考やチアリーディング全国優勝の経験もあるほどの運動神経の持ち主。二千十八年現在の主な活動名、うなぎひまわりは読み間違いが多かった元々の芸名の聖。 羽渚、なぎさ、うなぎさをひらがなにして、明るいイメージのひまわりを加えたもの。東京女子プロレスにおける2018年11月から2019年2月にデビューした選手の総称であるハイスペちゃんの名付け親。なお、ハイスペはハイスペックになりたいと思っている平成最後のプロレスちゃんの意。群馬クリア S での楽曲は当該項目参照。ありがとうございます。